TBS 系「ラビット!」月曜から金曜、全8時は、MC を務める田村真子アナウンサーが、夏休み、のため22から26日まで欠席。今週は日替わりで代役が登場し、25日はモデルで女優の横田真由が登場した横田は丈の短いシャツの衣装で、お腹周りを大胆に露出、放送中もへそ出し MC と共演者にいじられていた。 同日に投稿された番組公式 X、旧ツイッターにも横田が登場。オンエア直後の様子がアップされ、ニューヨークの島佐和也は、素晴らしい、へそ出し MC、根性あるよ、MC に決まっててへそ出しで来るの、と衣装を突っ込み、いろんな意味で堂々としてたと称賛したネットは横田の抜群スタイルに釘付け、前代未聞。 へそ出し MC、内容が頭に入ってこない、モデルさんはお腹出すよね、横田真由。のファッション料スに、テロップでへそが隠れる、MC がへそ出してたらそこにしか目がいかない、へそ出しコーデがかわいい MC 横田さん、MC や、のに横田ちゃんのへそ出しコーデ気になる W と騒然としていた。私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです。 安定感は田村さんだけどそれぞれに楽しかったですよ毎日見れたわけではないけど服に釘付けにならなかった私はそんなことなかったけどね若い子が頑張ってるわ。手おばちゃんだからか忙しいアナウンサーさんのためには決まったお休みも玉の台だ重くはなくても体調不良や大事な仕様とかもう少し気軽に休めるようになってもよいかも。 ラビット内有給チケット発動でお休みですってあの番組なら許されそうだし面白くたとえグダグダでも成立しそうだなってそういうのが世の中に広がっていったら働きやすくなりそうだけどなアイドルやモデルと比べられても全然負けてないですねとにかく田村アナの人気と実力がすごいのがよく分かった 普通、美人は批判されるんだけど誰も否定的なコメントしてないしそれだけアナウンサーとしての能力や美貌に優れ何より人柄がいいんだと思う特に素の部分を出してる時の田村アナは可愛いし朝の顔としてもはや欠かせない存在だとわかる 一方でそういう人が一番酷使されて体調を崩したりしがちだから夏休みは夏に取らせてあげたいし春休みも冬休みも取らせてあげたい代打でも楽しめると分かったんだから毎週1回は代打にして宝を大切にしてもらいたいもんだ横田真由ちゃんは可愛いんだけど「ラビット!」の中でいまいちキャラが立ってないですよね。 他の女性レギュラーは各曜日でそれなりの存在意義がある。のに対して彼女はいつまでたってもなんだかゲストみたいな感じ。木曜は AKB 等のアイドルが毎週のようにゲストで出てるので余計に横田真由の立ち位置が薄い気がします。もっと彼女が活躍できるコーナーとか入れてほしい。 中には一生懸命台本を見ているところがたまたまカメラに抜かれてる人もいたが個人的には歌謡代理 MC の佐々木舞香ちゃんが一番良かったもともと声優さんだけあって滑舌も良かったしじーっと台本を見てる様子も見せず常に自然な振る舞いをしていたので安心して見ることができたまあ代役 MC だしタレントだから好きな服着ればいいけど TPO に合わせるってのも大事かと。 とりあえず「ラビット!」の MC はやっぱり田村真子アナがいい当たり前のように代役アナを使うんではなくて「ラビット!」にしかできない代役 MC でしたし若い女の子がそれぞれ頑張ってたよ田村アナは技術も女性としても素晴らしいアナウンサーだから代役と比べるのは間違ってるよ 代役は穴埋めで呼ばれるけどその代役はそこで爪痕残さないと出た意味ないしね。目立ってなんぼ、話題になったら勝ちでしょ TPO はレギュラー出演陣が考えればいい。